松村さん突然です、はい、ご存知でしょうか。何でしょう。松村さんのご実家のある山口で、はい、何やら面白そうなことがあるようですよ。面白そうなことって言われてもね、はい、割とよく里帰りをしますけどね、はい、里帰りすると面白そうな出来事が多いですけどね。例えばどんなことがありますか。まあ本当近所のおばちゃんとかね、まあ皆さんと一緒に野球やったりね、海泳いだり山行ったり、まあ、自然の中で走り回ることですかね、近所のおばちゃんと自然の中で走り回ってます、はい、55歳になって、もう55歳になってね、はい、悲しいお知らせはドア閉めたり妻を開けっぱなしにしたりで、はい、86の父親にいつも怒られてますね。それちょっと悲しいですけどね、まあ、その何気ない日常も楽しいとは思うんですけども、はいはい、県立山口博物館ご存知ですよね。山口市にある県庁の近くですかね。そうですそうです。そこでですね、はい、山口大考古博という展覧会が開催されるんですよ。考古博ですか。こういうのお好きでしょうか。好きですね。古墳とかああいうのを見るのが好きですね。これは田布施町っていうわけじゃないけど、柳井市かなんかですかね。田布施町で、田布施町出土した弥生時代の魔除けです。田布施町で見つかったっていうけど、この笑ってる顔って、うん、よく漫画で笑ってる顔ってこれがモデルでもいいですよね。あ、松村さん的にはね。だって漫画で笑ってる顔ってこういう顔になるじゃないですか、うん。僕の知ってる限りで一番笑ってるパイオニアですよね , 笑顔のパイオニア。笑顔のパイオニアすごくないですかこれどれくらい前のものだと思いますか。1600年とか、ね、もう1800年ぐらい前じゃないですかね。2400年前のものです。これ2400年前ですか、うん、田布施町ってすごいのはね、大和王権よりも古い時代の古墳があるんですよね、うん、僕それだけは小学校の時みんなに言われました。地元の人たちからしたら誇りですか、ね、誇り。僕小学校の頃はね、五位古墳とかよく見に行きましたね。小学校の社会科見学で、うんうん、郷土史の授業で江本先生に連れられてきました。江本先生まだお元気でね、今もお元気で時々お会いしますね。で今松村さんからも大和王権という言葉がありましたけど、はい、続いての一枚見ていただけますか、はい、これなんですかね。こちらがですね、熊毛の王が大和王権からもらった鏡ですね、はい、防政変形史新史住居と難しい名前がついてるんですけど、柳井市で出土されたものです。柳井市茶臼山古墳。そうですそうです、まさにそうです。柳井ありますよね、はい、茶臼山古墳は3回ぐらい行きましたね。ちょっと柳井から駅からちょっと遠いですけどね。それがまさにこれですね。次の1枚ですね。これだ、はい、なんか鍵のようですよね、うん。よく子供の時土を前方後円墳って自分で作ってやってましたね。これはアップですよね。茶臼山古墳のアップじゃないですか。もともとこれ茶色のやつはなかったって言ってましたけどね。あ、これは後から塗った後からだったと思うんですよね。あ、でもすごいな、柳井はこういうの残ってるんですね。これはですね、はい、下松市で出土されたものです。天皇森古墳で見つかったらしいです。1450年前の古墳時代後期のもので、高さ120センチあるんですって。これ横でいいんですかね。多分縦ですね。縦ですよね、何だと思いますか。何ですか。僕一瞬こういう縦だと埴輪かなんかかと思ったら色がね、うん、まさに埴輪の一種のようですね。埴輪の一種ですか、はいはい、これどこですか。下松で見つかった天皇森古墳です。下松にもあるんですね。いや、下松って、うん、星が松に下ったから下松っていう説と、うん、百済と行き来をする百済の港の津が百済津になったっていうのもあるし、大内家の先祖の臨床大使が多々良の浜に降りて、そのお知らせが下松の松の木に星が下って臨床大使が来ますよというお知らせだったっていう話はね、なんかちょっと有名じゃないですか、うん。星の降る町ですけど、下松ってうちの近所相本っていう名字多いですけどね。うち親戚も相本ばっかりですけどね。石投げたら相本にぶつかるってこんな風に見つかったんですね。なんだろうなと思うでしょうね、普通に見てね。そうですね。え、これちょっと変わった形の石、あ、石じゃないなみたいな、うん、掘ってみたら見つかるもんですね。うちの実家の竹やぶすごい掘ったんですけどね、子供の時何にも出てこなかったですね。
そうそうに出てこないですよね。古い瓦だけ見つかったことありますね。でももしかしてって思いますよね、それだけいろんなものが出る地域だから。結構ね掘りましたよ。そうです。掘ったら何かあるんじゃないかなって。これな宝物を掘るような番組が多かったんで、はいはいはい、子供の時よく宝掘りましたね。貝殻も見つかったんですよ。これも化石かなと思ったら、何年か前に親が食った貝ですね。大体そうでしょうね。大体が。そんなものが一度に返するということで。うわすごいな。次がちょっと新しくなるんですけど、はい、これ何だと思いますか、松村さん。これは当時のお皿でしょう、見た感じ。はい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 、ね、割れてるけれど。ヒントは山口市で見つかったものです。山口市ってことは大内の時代がちょっと近づいてきますけど。正解です。まさに大内が酒を注いだ金の器です。西の京ですからね、大内山口末春方に、ね、ちょっと滅ぼされますけど、うちのご先祖は大内氏の足軽だって、うん、山口のおさばの方にいたんですけどね、逃げてきて末春方に追いやられて、でもなんかうちの足軽は逃げてきて田伏の山奥に逃げてきたんですよ。でずっとそこから僕松村家は住んでるんですけど。いいでしょ、正しき追い柄。いやいや足柄ですけどね。逃げてました。逃げて切腹しないで逃げてたって。あれから松村家は大体あのなんか喧嘩売られると逃げる家で。そうなんですか。はいはい。やっぱり京都を招いて作った瓦に金箔を貼っていると。大内家って最後は大友宗麟の方の家から養子に来ていただくんでしょうか。30何代も続いてますもんね。山口って言ってやっぱ大内ですよ。いまだに住所ありますもんね、大内美織って ね、 ですね。小学校の名前にも名前も大内というふうにですね、はい、この展覧会は文化財活用センターの協力で東京国立博物館に収蔵されている山口県出土の貴重な資料も里帰りしてたくさん展示をされているんです、はい、東京のものがこっちの山口に戻ってくるっていうのは嬉しいですね。もともと山口のものですからね。そういうことでございます。いやいや嬉しいじゃないですか。力士でいうと豊姫妃が帰ってくるようなもんです。確かにそういうことです ね。 ね。さあこれ入館料、はい、どれぐらいだと思いますか。2500円がするんじゃないですか。これだけのものですからね。そうですね。こんだけ貴重な資料が揃ってますからね、はい、それがなんと一般1000円なんです、はい、安いですね。映画より安いですね。安いいいじゃないですか。山口県大丈夫ですか。これも1000円でいっぱい来ていただければありがたいですかね。しかも18歳以下無料です、はい、いいですね。とりあえずランドセル背負ってたら18歳以下って、まあ、僕でもならないですかね。いやそれはバレると思いますけれども。バレますかね。でもね、はいはい、おそらく松村さんタダで見られるんですよ。なんでですか。僕タダで見れるんです。僕にタダじゃなくてもいいですよ。そんなタダで見れるんですか。そうなんですよ。なんでですか。いや松村さんね、はい、この展覧会の記念イベントの出演を、はい、ご依頼していただいてるんです。ありがたいですね。一応あのふるさと大使ですから私は。ああ絶対やりますよこれは。山口県ね、日程がですね、はい、7月23日なんですけど、いかがされますか。出演しますか。里帰りの時期じゃないですかね。ちょうど、ね、野球でいうとオールスター戦の時期ですけど。県立山口博物館の山口大考古博を見に行きましょう。そして僕が出るイベントにも参加していただければと思います。申し込みはこちらです。